ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、今日も交流戦の振り返りの時間がやってまいりました。まあ3連戦ね。はい。はい。まあ今回はパリーグの本拠地行って、うん、DH が使えるということ。はい。まあそれとこの3連戦見てたけど、うん、終盤にドラマがいっぱいあったな。このね、今回の3連戦ね。まあそうだね。第2カード目ね。そうだね。はい。まあそれをちょっと振り返ってみたいと思います。ね。なんかやっぱり普通のね、セリーグ、パリーグの試合っていうか、と、うん、交流戦、うん。やっぱちょっと様子が違うような気がしますね。まあ、ちょっと違うな。うん。で、やっぱりね、好転してるチームと、うん、ちょっとなかなか調子が狂ってしまっているチームとっていうのがあるな、ありますかね。まああるし、うん、ファンもなんか楽しみでなんかこうパリーグの球場行ったりとかしないじゃない。だからまあ札幌じゃないエスコンに行ってきたけど、うん、エスコンの中で見る DeNA ファンっていうのもたくさんいたし、すごかったみたいですね。やっぱすごいよね、うん、だからまあそういう楽しみ方もあるけどもね。ね、はい、なのでちょっとねそういったことで振り返ってみましょう。はい、はい、乾杯よちーちゃん。はい、はい、よろしくね。お願いします、はい、ということで、はい、今回は、向かって左側がホームチームがパリーグのチームですね、うん、はい、ということで、まず日本ハム対 DeNA は DeNA の2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、西武対巨人は巨人の2勝1敗の勝ち越し、はい、ロッテ対阪神はロッテが2勝1敗の勝ち越し、ソフトバンクと広島は、ソフトバンクが3連勝、そうだね、はい、はい、オリックス中日は中日が2勝1敗の勝ち越し、はい、楽天ヤクルトは楽天が2勝1敗の勝ち越しになりました。はい、はい、ということでいろいろありましたが、まあいろいろあったな、うん、日本ハム対 DeNA ね、1試合目が金村、うん、加藤、うん、福島ね、はい、DeNA は東、中川、大貫ということで、はい、1試合目、4対3、うん、DeNA、はい、まあなんていうのかな、あんまりホームランっていうのがさ出なかったんだけど、この試合は結構出たね、両チームね。そうそう、まあ DeNA の方は、うん、まあ4回に筒香がホームラン、はいはい、オースティンが9回、ね、まあ追ってちょっと喋るけどもね、うん、で日本ハムの方は郡司がホームラン、うん、水野がホームランということで、はいはい、でこの試合ね、金村も調子が良かったと思うんだよね、はい、で都合のインサイドを攻めるんだよ、うん、大丈夫かそんなに続けてって思ってたら、やっぱ都合ホームラン打つんだよねやっぱね、同じ球行くんだったらもう少し散らした方が良かったねっていうような印象があるよ。なるほど。で郡司がすかさず同点ホームラン打つんだけどもさ、うん、見事やったな、あのスライダーを、ね、センター左にね、うん、持ってった。で水野がはいはい、また持っていくんだよ、はい、5回に。そうそう、5回でやっと同点ですか。そう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 、そうか、そう、それがね、うん、小力あるんだよね、うんうんうん、水野ってベンチプレス140キロぐらい上げるらしいよ。すごいすごいよ俺もちょっと挑戦してないかな。怪我するからやめましょう。まあそうだねまあそれでで、うん、山崎康明が8回から投げるんだけど、マルティネスに先頭フォアボール、センター前ヒット打たれて、うん、磯畑がダイソーに出てくるんだよね、はい、うん、でまあ牽制はできないだろうなって、ボールは投げないだろうなと思いながらも、うん、やっぱこうプレートを外しながら、うん、その偽投をするんだよね、はい、でもその2つ目が、うん、ボークを取られて、ね、ノーアウトランナーセカンドになっちゃうんだよね。なかなかちょっとね、際どいというか、あれって思うようなボークでしたけど、そうそうそう。で松郷がすぐ送るんだよ、うん、サードにね、はいはい、うん、でその送ったボールをファーストに冒頭悪送球投げて、うん、山崎投手ね、そう、はい、磯畑が帰ってくるんだけどもさ、うん、それで勝ち越したんだよね、はい、日本ハムね、うん、で9回田中正義、はい、なんか嫌な感じはしてたね。してましたか、オースティンに。はいはい、でね、テンポが速いのと、うん、ちょっとね、ボールが上ずってんだよね、はい、でこれ札幌ドームだったらあれだけども、エスコンだと若干狭いんで、はいはい、あ、これ右に持っていかれなきゃいいなと思ってたんだけども、はい、まあきっちり右の方向にこう手が伸びるゾーンって、うん、
外国人って強いんだよね。言ってましたよね。うん、だから、うん、まあ、それで右にホームランを打たれたという。うんうん、これでね、これはワンアウトだったのかな。ワンアウトから ね、まあ、ホームランを打たれた。うん、で延長10回、川野がもう失点して、うん、まあこの4対3で負けちゃうんだけど、日本ハムの方はね、はい、まあ、DeNA の方はよく粘ったということが言えるんだけども、うん、日本ハム側からすると8回に1点取って勝ち越した、うん、はい、でエラーでまだノーアウトランナーセカンドだったんだよね、うんうん、神谷にね自由に打たしに行ったのよ、はい、そしたらサードライナーで結局ねその回もう1点取れなかったんだよ。 それがちょっと響いたかなというね、うん、まあ、そんな試合だったけども、これもう1点追加してたら、まあ、日本ハムが勝ってたかなっていう。なるほど。その1点というのがダメージ的には DeNA は大きかったけども、そこを食い止めたというところがさ、まあ、ちょっと勝因には結びついたかなという感じがするよね。じゃあこう逆を言うと、こうあのボークからの失点、悪送球からの失点でボロボロっといってしまわなくてよかった、ね、まあよかったな、まあ、助けられたっていう部分もあるよね、うん、るいや俺タミヤがセーフティーバントやるかなとか、うん、いろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、そのまま打たしたから、うん、それも進塁打を打ちに行くランナーを返しに行ってたからね、うん、だからまあそれがちょっとラッキーだったかなっていうふうに思った、はい、ただ田中正義、うん、やられたなと思ってさ。そうでしたね、うん、で2試合目、はい、4対3 DeNA、うん、同じスコアでしたね。まあそうだね、うん、でまあ伊藤光、はい、2回に、うん、ツーランホームラン、はい、今季1号かなね、うん、で日本ハムはマルティネス、うん、4回にソロホームラン、はい、で3対3で迎えた9回ね、で田中正義が DeNA 牧、はい、うん、この日からね、牧がね、セカンドにね、はい、ついたんだよね、うん、4番で。この日は、あ、4番じゃない、ね、指名打者だな、6番でな。そうそう、あの、怪我後初、怪我後初だな。になるのかな。はいはい、ごめんごめん。そうそうそうですね。はい。で、DeNA が牧が、ソロホームランを、田中正義からまた打つという。うん、ねえ、DH 出てきて、ちょっと、ね、どうなのかなっていうような、いやあのね加藤との対戦とかいろいろ見てたけど、うん、やっぱまだゲーム感がないなと思ってたんだよね、うんうんうん、で遅いボールに対して前に出されるんで、うん、ちょっとバッタ取りみたいなバッティングになってたんだけども、はい、だけどやっぱ速いボールっていうのはさ、うん、前に出されないで打てるから、うん、田中正義にはタイミングがあったんだろうね、うんうん、ただね田中正義を見てるとやっぱこうちょっとテンポが早すぎるわ。それは先ほどの試合でも言っていたところ、うん、そうそうそう、うん、もう少しね一球を少し時間かけてもいいから丁寧に、状態にもよると思うんだけど、うん、今決していい状態ではない時に、はい、早く行くと相手のタイミングに合っちゃうね、うん、だからまあそこら辺もテクニックとして、うん、一つちょっと考えておく方がいいかなっていうのは感じた。なるほど。まあでも DeNA はね、うん、両方とも負け試合みたいな感じの雰囲気だったんだけども、うん、エラーが出たりだとか、うん、まあ2試合目もそうだったんだけども、うん、まあだけどここら辺をねちょっとこう勝ちゲームにひっくり返せるっていうかさ、うん、だからまあ、非常にチーム状態としたら、まあ、悪くはないんだろうなっていうね。こう9回の、ね、攻撃でかなんかこうホームランが出てそれぞれ、まあ、そうだね、もうちょっと粘り強くくらついている、そうそう粘り強くなってるなっていうような感じがしたね、うんうん、はい、で3試合目、はい、9対2、うん、日本ハム、ね、この試合福島プロ入り初勝利、はい、日本ハムね、まあ、絶対いずれは勝つとは思ってたんだけども、うん、やっぱこうなんていうのかな、ダイナミックなっていうかさ、うん、だから すごくスケールが大きいような、うん、まあ、ピッチャーに育ってくれればなっていうふうに思ってたんだけども、はい、まあ、確かにいいよ、やっぱ近いうちに勝つなと思ってたら DeNA に勝っちゃったというね、うん、で7回100球、はい、5安打1三振、うん、2四球2失点というね、はい、まあもう本当にクオリティスタート、ハイクオリティスタートで、うん、まあ、勝利をもぎ取ったというね、うん、でこの試合で、タミヤ、はい、3回スリーラン、うん、
フォークボールスプリット系のボールだったけども、まあ見事だね。ねえ、豊さん注目の。いやもう中段にね、放り込んでたけども。はい。で水谷。はい。4回ツーランホームラン、プロ入り初という。ねえ、出ましたね、ついに。出ましたね。まあ今か今かっていう感じでしたかね。まあ、そう、うん、まあフェンジョブとかも打ってたしさ、うん、非常に交流戦に入って。非常に状態が上がってるしね、うん、だからまあホームラン出るんじゃないかなと思ってたんだけども、はい、まあでもこれですっきりしただろうね、うん、うん、でもこの3連戦見ると今までこう流れ的にこうホームランっていうのはあんまり出なかったんだけど、やっぱちょっとボールが飛び出したかなっていうような感じがもうするよね。この3試合に関してはホームランが結構ね試合の決め手にあなったね。いや、ね、本当にね、うん、でやっぱ大貫、はい、まあ、せっかくいい流れで来たのに、うん、DeNA が、うん、やっぱこう失点が多すぎるな。8失点ちょっとらしくないぞ、うん、ねえ、うん、ねえ、4回53球まあそうだね、9安打、はい、で三振が1つ、はい、まあ四死球はありませんでしたが、うんうん、で日本ハムはこうなんかちょっとへこむような負け方、連敗が続いたんだけども、はい、でもここでね福島が初勝利で止めるという、うん、やっぱこう強いし、うん、やっぱ粘りがあるなというね、チームに、はい、チーム全体に負けれないという雰囲気もあるし、うん、それと今日新庄監督が田中正義のところに寄ってって笑顔で商談してたけども、うん、まあ、ああいう姿を見るとやっぱ2試合失敗してるけども、田中正義もその笑顔でね答えたけども、うん、何かいいアドバイスをもらったんだろうなっていうような、うん、まあそんな感じがして、はい、なんか和やかな感じがしたよね。ね、というところで今日はザバラ投手。ああ、ザバラ。はい。あのね、早いぞこれ。出身の1年目の外国人ですが、190センチ。今日すごい速い球投げてましたよね。158キロぐらい投げてたの。ね、89キロ。いや、なんていうの、だから田中正義がダメだったら、うん、ザマラ行くかもわからないしね。ね、っていうようなね、うん、そういうことができるね、うん、証明されたというか。だから休ますこともできるしね、田中正義をね。うん、まあ基本戦は田中正義で行くとしても、やっぱちょっとこういうことが続いたら、ちょっと一回休んどけみたいな、そういうこともできるからね。っていうようなね。そうだね。ことでしたか、ね。はい。で新庄監督が私帽子が好きなんで、うん、今帽子をかぶってる小顔効果のある帽子をいただけたらと思いますよ。うんうん、そう、私もねあれ欲しいなと思って見てたら実はもう完売してたんですよ。あ、まあそうだね。そう、まあまあ新庄監督だったら何とかしてくれるた。そうね、あれ、はい、今女性用だよあれ出てる。まあまあでも自分も被ってんだよ。いや私が欲しい。新庄監督もね。そう。まあ二つもらえばいい。いや男性はもうそうなんだ、はい、ということで、はい、日本ハム対 DeNA 戦でした。はい、はい、続きまして、うん、西武対、巨人、はい、で西武の方はね高橋コーナー、うん、渡辺、某高橋で、巨人は戸郷、又木、菅野というね、うん、ことで、まあ、1試合目、はい、4対1、うん、巨人というね、まあ西舘がプロ入り初セーブね、はい、1安打、大内、クリーンアップ、吉川、岡本、坂本がタイムリー、うん、ね、セーブは全体で3安打、ね、奥原君のホームランだけということだったんだけども、はい、やっぱりね、セーブが苦しいっていうのは、うん、やっぱ高橋コーナーが、やっぱまあ、いまだに勝ち星がないということ。ね、どうしたんでしょうか。まあ、その中で、うん、まあ、例えばフォアボールとかね、うん、まあ、そういうのが絡みながら、まあ、失点を重ねるというかね、うん、まあ、そういうこともあるし、やっぱ戸郷は丁寧だね、すごく状態的にはね俺決していいって思わないんだよ、うん、今年、はい、いやだけどやっぱね戸郷はやっぱこう丁寧になったわ、うん、それと投げ急がなくなった、うんうん、さっきの反対の話ですか。反対、はい、だからちょっと間を入れたりだとかする、うん、こう周りをこう見渡すような余裕が出てきたかなというような感じがするよね、うんうんうん、で渡辺監督、はい、あの代行監督でね、はい、うん、やっぱ松井和夫監督がやってる時よりも、うん、やっぱメンバー編成をちょっと違うな、なるほど、変えてきてるね、うん、だから使う選手も違ってきてるし、うん、だからそういう面ではこうなんていうのかな、機能し始めるかなっていう期待感はあるよ、うんうん、こうね、リニューアルじゃないですけどね、まあね、なんていうのかな、
いろいろちょっと違った感じのチームになっていきますか、まあ、そうだね。それとあの巨人の方は、うん、まあ、クリーンナップが3人ともタイムリーを打ったっていうことが非常に心強いよね、うん、なるほど。で得点圏打率が非常に低かったもんだから、うんうん、まあ、タイムリー欠乏症で、うん、まあ、セーフティースクイズだとか、うん、そういうことが多めに使われてた時よりもやっぱ打つことを待てるというかさ、うん、まあ、そういう時期に入ってきてるかなっていう、うん、まあ、時期に入ってきてるったら変だけども、まあ、そういう期待感が出てきたかなというね。立岡もこの日タイムリーを打ってるんだけども、はい、やっぱね立岡の、うん、打ち方、はい、あ、これはね阿部監督多分好きだと思うわ。どういう、やっぱねフリーの時はフリーに打つんだけど、うん、あのランナーがいたりとか状況によってバッティングをねしっかり変えてくれる。だからこういうことが見本になるよ、若手の。そういうことですか、ベテランというか。そうそうそう、そうそう、うん、いやだからこの日もねタイムリーを打ってるけども、うん、やっぱちょっと頼りになるなと思ってさ、うんうんうん、見てたけどもね、ね、スタメンでね、はい、出てますからね、はいはい。で2試合目、4対3、はい、西武、うん、ね、またき、はい、ね、これね、キャンプ当初っていうのは、うん、中に入れるんじゃないかって言われてたの、中継ぎでね、はいはい、日本生命から入ってるルーキーなんだけども、うんうん、この日6回102球2安打2三振6つの四球がね、ちょっとね、ちょっとねコントロールに制球なんかなって、まあこれはプロ入り初登板だしね、うん、まあ硬さということを考えるとまあこれも仕方ないのかなと思うけども、うん、ただちょっと多いよね。多いですかね。まあ、しかし、うん、まあ西武だから無失点に収まったのか、うん、それともまたきの実力なのかっていうのは、うん、まあ次に試されると思うけども、うん、でも勝ち投手の権利を持ってたんだよね、うん、ずっと、ね、うん、で2点リードの8回裏、はい、ね、渡辺監督が手を打った、うん、代打本山、はいはい、ね、昨年までヤクルトにいた本山ね、うんうん、が代打ホームラン、ねえ、うん、ねえ、うん、で9回、うん、バルドナード、はい、まあ、1点差で出てきたけどもさ、うん、昼間が同点タイムリー、うん、本山がサヨナラタイムリーということで、まあ、勝ち投手の権利がなくなったというね、うん、まあ、もちろん試合に負けたわけだからさ、はい、権利はなくなったんだけどもね、うん、まあ、西舘からこう本山がホームランを打ち、うん、ね、そのまま残って、ね、バルドナードからサヨナラを打つという、もう本山デーになっちゃったと、ね、この日ね。だから、まあ、例えばこの日本ハム戦もそうだけど、うん、田中正義がね、まあ、抑えに失敗して打たれたという、うん、まあ、この日もバルドナードがやられたという、まあ、ちょっと時期的に疲れが来てんのかなっていうようなね感じがするね。あとこう抑えの人とかっていうのはこう雰囲気が違うとブルーとかってないんですか。ああ、まあ確かにな、うん、まあ、まあただその巨人の場合は、うん、ベルーナドームを使う機会っていうのはないから、うん、バルドナードっていうのが初めてだったかもわからないしね、マウンドの相性とか。まあそうだね、うん、でまあただ田中正義の場合はエスコンでやってるからそれはまあ言い訳にしかならないとは思うけどもね。ただ雰囲気は違うよ、そうそうとかセリーグのね、うん、ちょっと雰囲気とかもある。まあまあちょっとねそういうことがねあるのかもわからないね。まあそんなこと言ってたらいけないってことですか。まあ、そうだね、はい、で昼間が同点タイムリー、うん、これ昼間っていうだけあってデイゲームはめちゃくちゃ強いらしいよ。いやいや本当にその昼間ね。いや昼間、うん、いやもうね、3割超えを打ってるらしいんだけど、ね、ナイターは1割台なんだよね。やっぱ昼間さんだから。いや、なんかあんのかなっていう、まあ、そんな感じがするけどね。はい、2試合目は西武が勝ちました。はい、本山だとかね、いろいろ若手も使い出してきてるよ、うん、ね、ね、はい、3試合目、はいはい、同高橋対菅野、うん、7対1巨人、まあ、そうだね、うん、これね、やっぱ阿部監督のその勝負感っていうのが、うん、まあ、5回表、うん、0-0 で迎えたねワンアウトランナー1塁の場面で、うん、まあ、明朗がヒットで出たんだけども、うん、8番小林、うん、9番立岡につながってくるんだけどさ、うん、小林にバントを命じるんだよね、はい、で2アウトを取られても立岡勝負という、うん、
だから1試合目の時言ったよね、立岡のバッティングっていうの、うんうん、でまあそこに勝負をかけたんだろうと思うんだけども、うん、で菅野も良かったし、うん、やっぱ1点ゲームになると先行した方がやっぱこう強いということから考えると、まあ、立岡がどういうバッティングをするからだったんだけども、ツーアウトからまあタイムリーね、うん、ちょっとインサイド気味のボールをちょっとバットのヘッドを遅らせてレフト前に持っていくんだよね、はい、でこれから丸、ヘルナンデス、吉川の4連打で一気に3点取るんだよ、ツーアウトから、うんうんうん、だからね、まあ、阿部監督バントを結構用いるけども、うん、やっぱこうやって打ってくれるとすごく一つのアウトを取らせても連打で、うん、大量点になっていくんだよね、うん、だからこのなんていうの、小林にバントさせて立岡と勝負いった、それから上位に戻ってくる、で丸も1打席目にヒット打ってたし、丸の状態もいい、ヘルナンデスの状態もいい、そうなってくるとやっぱこうやって点になってくるよね、うん、だからそれを見越したこのツーアウト取られてもバントをしていったっていうのは、いや素晴らしい采配だったなって思うね。なるほど。やっぱピッチャーの出来、ボー、うん、高橋も決して悪くはなかったんだよ、はい、ボールはちょっと荒れてたけどもね、うん、でも打ちにくそうにもしてたしね、えだって4回3分の2 99球、はい、まあ、7安打4三振で無四球、うん、まあ、7安打っていうのは最後立岡から、まあ、秋広、うん、バントされて立岡、マルヘルナンデス、吉川って続いちゃったからね。それまでは3安打だったんですかね。そう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 、うん、いやだから結構まあ菅野も良かったし、うん、だからそういう意味では非常に勝負感がねあった采配だったなっていうふうに思うよね、うん、ね、はい、まあ小林の状態もそんなにバッティングっていうのは一時期ほど良くなかったから、うんうん、まあここら辺はやっぱ正解だったなって思うよね、はい、まあ、見事な点の取り方と、はい、だからこの3連戦で、まあ、課題であったジャイアンツの方は得点圏でのバッティング、うん、立岡が本当に見本を見せてくれてるよ、うん、だから非常にいいバッティングもこうできてきてるしね、いいなって思うのと、西武の方はメンバーが変わってきた、うん、あちょっとあれですね、こう監督さんが変わ、まあ、変わってきたしね、だからまあ期待感も出てきてるしね、はい、うん、頑張ってほしいと思います。はい、はい、続いて、うん、千葉ロッテ対阪神タイガース、まあロッテは絶好調、阪神はいかんぞみたいな感じで、まだ勝ててなかった、まあそうだね、でロッテ、うん、三馬、田中、メルセデス、はい、阪神は青柳、ビーズリー、才木というね、うん、1試合目5対4ロッテ、はい、手はしぶといな、これ延長戦でね、本当にしぶとい、何かしら追いつくね何かしら、いや本当にいや本当本当、うん、ただね阪神の方も頑張ってる、うん、ね、DH に入った前川、はい、3打数3安打3打点、うん、6回にはプロ入り初の1号ツーランホームランで、まあ一時期同点、うん、で7回には勝ち越しタイムリー、うん、もうそのまま勝っていったら1号は打ってる、勝ち越しは打ってる、もうヒーローだよね、3打数3安打ね、まあそうだ、まあ、しかし9回ゲラ、うん、1安打3四球1ギダで追いつかれる、うん、ねえ、でもねしぶといんだよ、本当にしぶとい、うん、ロッテは、うん、で延長10回ウルシアラ、ツーアウト満塁から小川が押し出しのフォアボールを取って、うん、まあ、サヨナラにしたんだけどもさ、はい、このね小川と友杉、うん、いいね、二遊間今やってるけど、うん、この二人っていうのはやっぱこう足もあるし守備もうまいし、うん、もうしぶといわこの二人はね、ああ、まあ藤岡っていうセカンドがいるんだけどもさ、はい、なんかもういないことを感じさせないぐらいの小川とか活躍してるしね、うん、まあ友杉もそうだし、うん、まあこれからもちょっと頑張ってほしいなと思うけど、はい、やっぱ前側の3打数3安打1打点、3打点、うん、プロ入り初ホームラン、これを生かしてやりたかった ね、阪神とすればね、そうですね、ちょっともったいない試合だったなと思うけども、ね、こうね、まあ効かない先発ピッチャーだよね今年、あんまり三馬、うんうんうん、ね、青柳またファームに行ったけど、うん、まあ調整で行ったのかどうかわからないけども、うん、
まあだけど、なんていうのかな、この2人がロッテと阪神やってくれると楽になるんだけどもね。そうですね、うん、なかなかうまいこと言うのはいかんな、厳しい状況でしょうか。はい、はい、で2試合目、うん、3対2ロッテ、また1点差、また、うん、これで10連勝ですよ。ねえ、なかなか引き分けとかね、うん、そういうことで、ね、引き分けを挟んでっていうのことが多かったけど、まあ、もうここで勝って10連勝、阪神は19年ぶり、うん、ねえ、阪神まだここでね、でまあ、5連敗いくことになったんだよね、うん、はい、はい、ね、でこの先発田中、うん、プロ入り初先発、はい、5回84球2安打6三振1四球無失点という、うん、まあ、見事なピッチングだよね、はい、あのね、オーソドックスなピッチャーで、ま、うん、っすぐはね150キロを超す時もあるんだけども、うん、まあ平均すると148、78ぐらいかな、うんうん、でスプリットがあるという、まだ19歳ね、まあそうだね、2年目の日本文理高校から、そう、うん、でも堂々としたもんだ ね、 ね、ただ老人をめちゃくちゃつけるんだね、そう、もう手が真っ白になってほんでこっちの甲までつけるんだよ、結構ね、ピッチャーたまにね、やっぱパーンって投げたらこう白い粉がパーンとこう散るというさ、あの日本ハムの伊藤投手、まあまあそうだね、うん、まあでも本当に堂々たるピッチングだったと思うよ、うんうんうん、ね、はい、で阪神はビーズリー、うん、ね、ビーズリー、頼みの綱なんだよね、はい、阪神にとっては、うん、で6回106球3安打3四球で2つのデッドボール1失点というね、うんうん、はい、ちょっと四死球行こうっていうのがね、まあそうだね、で、うん、この日から打順変更、はい、打順を大きく変えた近本4番、はいはい、大山7番、はいはい、ね、うん、まあ糸原も入ったりとかいろいろするんだけども、うん、はい、まあ、9回1対1同点、うん、ね、先頭近本、デッドボール、うん、ね、すかさず盗塁、はい、前川進塁打、うん、ね、ナビ亮、渡辺亮の犠牲フライで勝ち越し、ね、うん、まあ、普通だったらもうこれで勝つよね、うん、まあ、しかし9回裏中村ツーベース、中村翔吾ね、うんうん、まあ、良くなってきたね、うんうん、で友杉のツーベースで同点、友杉もいいな、あっさり同点です。もうね、ロッテの球界って言ったら半端なく粘り強いね、なんかすかさずね、もうヤクルト戦からずっとそうなの、うん、いやー、なんでしょうね、なんなんだろうね、最後の縁から振り絞りが、いや本当なこれまでにはっていうね、いや本当本当で、まあ、勝ち越したんだけど、うん、まあ、阪神岩崎、はい、1失点で追いつかれて、はい、でこの日から青柳に変わったと思うんだけど、西純也がね、この日あの1軍から即登板で、うん、まあ、負け投手になったとね、延長11回ね、まあね、で打順変更も5安打というね、うん、まああんまり効果がなかったのかなという感じがするよね、うんうん、だからまあ阪神はちょっといろいろ、まあ、近本を4番にするとか迷ってきてんなっていう感じがするね、すごい作業ね、うん、こうすごく強かった阪神の時の固定のオーダーっていう感じではないんでしょうか、うん、ね、その今、いや俺はね、固定っていうか原因はね、サトテルにあると思うんだよ、うん、なるほど、サトテルはね、うん、良くも悪くも、うん、全部を吸収してくれてたんだよ、あの子が。なるほど。で悪い時はサトテルが打たないとかエラーとかみんな矛先はそこに向いてたんだよ、うん、でもあの子はなんかそれを受け入れるだけのなんか器のデカさを感じるんだよね。まあまあしょうがないっていう、うん、サトテル君が活躍するとそれはそれでまたチームを引っ張ってるし、引っ張ってるなるし、うんうん、いやだから俺は逆にサトテルが、まあ、確かにエラーするとか、うん、三振するとかあると思うよ。でもあの子はなんかね、チームにとって必要な選手なんだよ多分。なんかな懐かしいじゃないですけど、うん、サトテル選手が三振の山を築いていた頃も使い続けて出てた。そうだからね、打てないのは、うん、点が取れないのはサトテルが悪いんだって、うん、全部吸収してくれて、うん、他の人たちがその間に、うん、あの調整とかできるんだよ、いい具合に、ね、今悪ければ直接来るんで、うん、なんかちょっと精神的にちょっと萎えてるかなっていうの。各選手が。そうそう。そんな感じもしないではない。これを聞いてサトテル選手は
何を思うか分かんないけれども、いやだからサトテルの器のデカさだよ。そうですよね、うん、ということでね、帰っておいでもう、ねね、帰ってきたらいい方向に向くよって。いやそうそう、自分で来たらいい方向に向くから、うん、もう帰っておいで。チームも本人も、いや本人も、うん、ね、はい、というようなことでしょうか。そう、はい、で3試合目、うん、1対0阪神、これはすごい試合でしたよ。ロッテは連勝が止まり、うん、阪神が連敗を止まるという。やっと交流戦1勝目。そうだね、はい、で才木完封やりますね。見事だったね。9回109球6安116球いや116球か、はい、6安打、6三振、うん、無四球無失点という5連敗でストップ、ね、はい、ね、しかしね、平坦な道ではなかった。そうですね。9回小川高めの連打、うん、ノーアウト1、2塁だよ。怖い怖い、1点しかないから。いやここで巡り合わせなんだけども、うん、外に回ってきたよね、うん、そうね。これが、まあ、例えば、うん、小川とか、うん、そういうところに回ってきたらバントだったと思うんだよ、うん、でも外だから打たしに行ったんだけど、うん、それがダブルプレー、うん、はい、続くポランコセカンドゴロでゲームセットという。これね本当に、いやーちょっとしびれたよ。もう変な汗かきますよなあいやでもね、はい、うん、でもね最近は最後までやっぱ向かっていく気持ちがすごく現れてたね、うん、で自分が連敗を止めるというね、そういうなんかこう責任感もなんかすごく感じられたような、まあ投球だったと思うよ、うん、まあ阪神この試合もね4安打で打てませんで、うん、そうだよ、1回の先頭打者ホームラン森下のそれだけだからその1点でこの試合は決まりました。だからまあ今日は森下を1番に入れてね、はい、打順は近本が4番、うん、その森下と近本の2本ずつで、うん、あとは誰も打ってないという ね、まあでもね、うん、その貴重なソロホームランがまあその決勝点になったというのも苦しいね、勝つにしても、うん、まあ、勝つにしても苦しいけども、勝ちは勝ち、勝ちは勝ちだから、はい、まあ、連敗止まったし、うん、でまたセ・リーグのね、うん、まあ、甲子園に戻るのかな次は。次はね、甲子園で楽天とですね。そうだね、はいはい、だまあ、またちょっとね、うん、きっかけをつかんでほしいと思いますが、はい、はい、まあそういう試合でした。まあでも3試合目に勝てたっていうのは良かったんでしょうかね。まあそうだね、やっぱり移動するし、はい、まあ気持ちよくね、次のカードの頭を迎えられるよ、うん、負けるよりは勝って迎えた方が良かった、はい、はい、ということで、はい、次、はい、行きましょう。ソフトバンク対広島、はい、ね、うん、モイネロ、大津、和田、うん、で広島、大瀬良、玉村、アドア、はい、もう大変なことになりました広島。いろいろ ね、ちょっと疲れがきてんのかなっていうことも感じるけども、うん、1試合目2対1、はい、ね、まあ両先発ともまあさすがだね、うん、まあ大瀬良も大ピンチをさ、うん、まあ、切り抜けたりとかしてまあガッツポーズ見せてたけども、うん、まあ両先発ともに1失点というね、ね、うん、でこの試合も先に言っとくけども、うん、柳田そう怪我、これはねちょっと、ね、今季難しそうな感じでしょうかね、うん、まあ、今季絶望っていう風な記事もある中でね、うん、まあ、どうなるかわからないけども、うん、ファーストに駆け込むようとした時に、まあ、ヘッドスライディングになったんだよね、うん、でもそれはもう足が耐えきれなかったということで、うん、ちょっと心配やなね、うん、まあ心配やけどもうしょうがないこれはね、うんうん、だけどこの日は2対1で勝ちと、うん、でこの2対1同点から島内、うん、ね、広島の、はい、まあ、1回3安打、うん、1失点という負け投手、うん、でこうずっとこう話をしてきてるけどもさ、はい、抑えとか失敗してると、うん、中継ぎ島内今まで完璧だったんだよ、うん、これが負け投手になったという、ね、もう何試合連続ってね、うん、でねスピードガン自体はねそんなに変わらないのよ、150キロ中盤ぐらい出てるんだけど、うん、キレがどうなのかなっていうのがね、うん、こうちょっとね心配になる。で広島は菊池のホームランで始まり、はい、ね、その裏フォアボール2つで
まあ、今宮のタイムリーで追いつかれるというね、うん、8回にはその島内、うん、栗原が、犠牲フライで勝ち越されるというね、うん、だからちょっと広島の方はやっぱこうすごくいい感じで来てたけども、うん、やっぱ多少疲れが疲労感があるのかなという感じはしたね、うん、見てるとね、うん、でもそれでも2対1、頑張ってるけどね試合を壊さずにね、うん、まあこれはやっぱエース大瀬良の意地かなと、うん、まあ、そんな感じもするけどもね。で2試合目、はい、2対0、ソフトバンク、うんうん、で3回裏今宮近藤のタイムリーで2点先制、うん、で投げては大津7回110球、うん、5安打6三振無四球無失点、はい、やっぱ高騰する人の特徴としてさ絶対無四球とかさ、ね、一四球とかさ、うん、本当無駄なことがないよね、うんうん、で広島玉村、はい、6回103球6安打5三振、うん、1四球2失点、ね、もったいないというかさもう本当ナイスピッチングだよ、ね、ファボリー1個ですね本当だね、うん、でこの試合でねちょっと気がついたのが、うん、今まで秋山が出て小園が返す、うん、で矢野が塁上にいて、うん、引っかき回すとかそういうことがあったんだけどもこの試合秋山小園矢野がノーヒットなんだよね、うん、だからまあここらやっぱこう反動っていうの絶対あるんだけども、うん、連勝のねそういうところがちょっとずつ出てきてるのはちょっと心配だなっていうふうに思ったね、うんうん、なるほど、はい、はい。でソフトバンクはこの2試合目から柳田の代わりに栗原が3番に入ってると、うん、そうですね、はい、うん、いうことです。はい。で3試合目、はい、5対3、うん、ソフトバンクこれもね、まあ、ソフトバンク和田、うん、5回87球2安打、うん、6三振無失点でアドは4回3分の2 78球4安打2四球で2つのデッドボール3失点というアドはもね開幕からずっとね調子よく投げてきたけども、うん、ちょっと疲れがやっぱ出てきてるのかなという感じがするんだよね、うん、でそれでも9回3点ビハインド、ね、の表小園ヒットやっぱ小園がヒット打つとちょっと勢いが出るな、うん、石原ヒットツーアウト1、2塁から途中からサードに入っていた田中康介、うん、スリーランホームランで同点ツーアウトからねツーアウトから3-0が3-3になってねそれもヘルナンデスでしょ、うん、左の、うん、いや見事だったねこれはねこれね、うん、もうね勢い的には一瞬で追いついちゃいますそうそうヘルナンデスが初失点だよ、うん、9回ツーアウトからね、うん、だから勢い的にはもう完全に広島そうですよ、ね、うん、で延長10回、マウンド上は島内ね、ね、ツーアウトから、うん、ね、尾形にフォアボール、うん、続く近藤ポンポーンとストライクツーストライク、ねね、追い込んだんだけど勝負球のチェンジアップを拾われてサヨナラホームランというねえこの日2本目ですからね。はあ、ね、いやいやこれはやっぱ辛いなと思ってさ広島はうん、やっぱここ、ね、なんかこう試合の流れから言うとね、うん、流れから言うとそうだし大型になんでフォアボール出したんだっていうまあこれ一生懸命やってる結果だからもうしょうがないけども、うん、ねえまあ岡田で切れる、ね、切っとけばさ近藤選手に回らなければというところでしょうか。そうそう、だからこういうところでやっぱり島内の流れだとか疲れだとかそういうのを感じざるを得ないし、うん、ちょっと広島ね流れが悪くなってきたなっていう感じがする ね、うんうん、ね、ここが踏ん張るところでもです、ね、だから広島に帰ってどこでやる、うん、広島ですか次、うん、よいしょ次広島は、うん、日本ハムです。日本ハムかー、うわー耐え時だな、うん、日本ハムも結構ねバンバン来るからねまた日本ハムもね普段広島でやらないから、うん、そうだなちょっと違ったプラスに働きそうな気もしなくもないですけど、うん、まあ頑張らないと ね、はい、はい。で次はオリックス対中日、はい、ね、オリックスカスティーヨ、うん、東、ソタニ、
中日和久井メヒア梅津、うん、2対1、うん、オリックス、ね、はい、2回、中日田中ファーストゴロの間に、まあ、先制するという、はい、まあ、しかしノーアウト1、3塁から大田が犠牲フライで1対1、うん、で、9回裏義母のヒット盗塁悪送球、うん、ノーアウトランナーサード、うん、まあ、西川がファーストゴロに倒れるけども、うん、まあ、頓宮が申告敬遠、ワンアウト1、3塁から宗が犠牲フライでサヨナラというね、うん、まあ中日こうやって粘り強く戦ってるんだけど、まあミスが出るとね、どうしてもやっぱこう劣勢になるという、うん、でキャッチャーの木下盗塁阻止率ゼロ、その時今、ね、うん、19回、試みて刺したのがゼロというね、これは何か何でしょう、まあまあいろいろフットワークの悪さだとかさ、まあいろんなこと言われるけども、まあ単純にコントロールも悪いんだよね多分、うんうん、それと取ってからの問題もあると思うし、うん、送球の質ということにもあるんだよね、うんうん、だからこれが冒頭になって、だからまあキャッチャー打てたらいいって思うかもわからないけど、やっぱこう阻止率3割ぐらいは欲しいね。難しいところですかね、うん、キャッチャーっていうポジション、まあ、チームによると思うんですけど、でも、ね、何を重要視するっていうところは難しいんですか？まあそうだ、あ、まあ、確かにそれはある、うん、まあ、だけどやっぱ接戦が多いからさ、うん、やっぱ盗塁は刺してくれないと困るよ、まあ、そうですね、でね、中日のピッチャーってそういう牽制だとかクイックだとか結構優秀なんだよね、うん、でその中でこの数字っていうのはちょっと辛いな、うん、ちょっと練習が必要かなっていうような感じがするね、というふうになってくると、まあ最重要ポイントとして、うん、そういった盗塁阻止率であったり、うん、守備の方に重点を置いたキャッチャーが必要ということでしょうか、まあ、そうだね、だから加藤とかね、うん、もう鉄砲型でめちゃくちゃ肩強いんだよ、うん、でもバッティングがダメなんだよねまあ一応一旦あるけども、そうですね、うん、はい、でこの試合で森が怪我をした、まあ、多分ちょっと離脱するんだろうなっていうね、うん、まあ、オリックスは状態が悪い、やっとこうつながってきたかって言った時に、まあ、怪我が出たというね、うん、はい、はい、で2試合目、うん、2対1、はい、中日、はい、9回1点リードされてる9回ね、うん、福永、細川、代打大島、うん、ね、カーブをセンター前タイムリー、うん、同点、ビシエドの4連打で、まあ、同点にした後、うん、ワンアウトから石橋がライトへ犠牲フライ、うん、勝ち越し、ね、もうねギリギリなんだよ中日は もう早く取ってくれと思うんだけどさ、なんででもここで連打でよかったじゃないですか、もうね、多分ね胃がおかしくなると思うよ。誰、いや立浪監督もヘッドコーチの片岡もいやもう頼むわ、もう早く頼むわみたいな、ね、うん、まあでもね勝ったから良さそうなもんだけども、うん、まあこの試合オリックス東、うん、まあ危険球退場になるんだよね、はい、3回3分の1、うん、45球1安打、うん、4三振1四球1デッドボールの無失点、うん、それまで、うん、デッドボール当たるまでやっぱ中日打線を完璧に抑えてるんだよね、うん、あ、だからこの投手交代っていうのはちょっとねもったいなかったなっていうような感じもするし、痛かったですね、痛かったね、うん、でメヒア、はい、7回98球4安打、3三振無四球1失点というね、うん、やっぱ無四球無駄なことしなかったらある程度ゲームになるなっていうね、うん、まあ、そんな感じがする。ただし中日は10安打打ってる、うん、その中で2点しか取れてないというね、ヒットはね結構打つんだよね中日は、うん、本当セリーグでもトップクラスを打ってると思うんだけども、はい、やっぱ得点に絡めないというね、うん、点検打率が悪いのかなっていうような気もするけども、うん、まあまあね、また2対1、はい、昨日負けるにしても2対1みたいな。で今日です、はい、中日2対1もう全3試合とも2対1、3試合とも2対1ここはね、あんまないですよね、そんな、はい、そうなんだよ、うん、でオリックス7回、はい、ね、7回まで0-0、うん、ね、若月のタイムリーで先制、まあ8回には8回中日、うん、リカーソン、はい、ライトスタンドへ同点
3号ソロホームラン、うん、やってくれるじゃん。よくね出てきてからホームラン。いや本当だね、もう3本打ってくれてるからね、うんうん、だから中日になかったあの大きいのね、はい、まあ、中田が打つ、細川が打つ、まあ、だけどもう一人ディカーソンが打ってくれるとでかいよね、うん、で延長12回、はい、いつまた延長かみたいなもう12回、はい、で点取れなかったらね、勝ちはなくなる。田中美希はヒット、うん、ね、福永送りバント、うん、まあ、綺麗にね流れるような攻撃だったよ、うん、でセンターは細川、うん、あセンターは細川じゃない細川が、うん、センターフライね、うん、センターフライ、はい、でツーアウト中田翔、いやよく勝負したなと思うのが、うん、勝負しきたんだよね、うん、で勝ち越し の, にあのツーベース、ね、二塁打、ね、うん、それで2対1、うん、勝ち越してあとはもうマルティネスが抑えてくれたという ね, ね出てきますよね、うん、まあ勝つにしても2対1、負けるにしても2対1、もうちょっと楽にならんかの、もう息の詰まる試合が3試合、いや多いな、監督コーチはヘトヘトですかね、うん、そうだねでもまあ中田翔もねちょっと上がってくるといいな、これをきっかけに ね, そうですね、はい、うんうん、まあ一言ちょっとショーのホームラン見てないから久しぶりに見たいなと思う、うん、今日この頃です。そうですね、そうです、はい、ね、調子上げてください。はい、はい、最後、うん、楽天対ヤクルト、はい、で楽天早川、うん、松井岸、うん、でヤクルトはサイスニードヤフーレ石川、はい、もうこれやっとの、ヤクルトこの2勝1敗、あ2勝いっぱいで、はい、この一勝が交流戦の初勝利ですか、ね、まあそうだね、はい、まあ阪神と一緒だね、はい、はい、で1試合目、うん、5対3、はい、楽天ね、うん、ヤクルト2回オスナ犠牲フライ山崎タイムリーで、2点先制そう、2回裏太田がタイムリー1点を返す、うん、返されるんだよね、うん、そうでヤクルト5回ランナー1、3塁から長岡タイムリー、うん、ね、もう長所区3点リードしたんだよ。そうそう、ね、うん、で7回オホのタイムリーで1点差で9回に入る、うん、ね、で9回に入り小深田9回裏ね、うん、小深田オホの連打、うん、エスパーダーに対して代打茂木ね、でそれに対してピッチャー長谷川、うん、で楽天のベンチは代打の代打のフランコ、はい、逆転サヨナラスリーランなんかねあれみたいな。サイスリードまた勝てずと、うん、いやこの駆け引きが一番最大の山だったんだけども、やっぱね抑えがしっかりいないっていうところがもうヤクルトの辛さだよね、うん、でもヤクルト抑えがしっかり決めてたら、うん、この交流戦だけでも3勝は確実にしてるよ、うん、でここで4勝目かもわからないよ、うん、いやだけどこれは辛いな、抑えがいないっていうのは辛いですねこれね。でサイスリード勝たしてやらないとさ、もうアメリカ帰っちゃうよ本当に。本当ね、うん、いやだけどその打つ方はこうね小刻みにいい点の取り方をしたなと思うんだけども、うん、やっぱ9回だけだよね、厳しかったね、ちょっと抑えられないかな、代打の代打がホームラン打つというね、なんかしてやったりみたいになりましたね、うん、うん、まあ茂木が怖かったんだろうなだから左を持ってったんだろうねでももっと怖いフランコがいたというさまあまあ、まあ仕方ないですね、でもねこれはもう結果だからもうしょうがないよね。そうですね、そうだな、うん、はい、2試合目、はい、8対2、うん、楽天、はい、松井ね、うん、6回82球2安打、はい、5三振2四球1失点という、うん、でヤフーレヤクルトね、このピッチャーが勝ってくれないか厳しいんだけどもさ、はい、6回3分の2、うん、100球、うん、7安打4三振2四球6失点という、ね、でもやられ方がねちょっとかわいそうだなと思ったのが、うん、村林にうまくホームラン打たれたね3回に、うん、スリーランホームランになっちゃったんだけどもさ、うん、まあ、実にやっぱこううまく打ったね、この抜いてる球、まあ球種はちょっとはっきりわからないけど変化球なんだけど、うん、ちょっと泳ぎながらバットのヘッドを使ってレフトスタンドに持っていったんだけど、まあうまい打ち方したね、うん、
で7回は村林、その村林、辰巳のタイムリーなどで、はい、まあ、5点を取るという、はい、ね、うん、都合8点、はい、ね、8対2で、まあ、2戦目も楽天というで、ね、はい、で松井投手は今季初勝利と、ね、まあ、確かにその初戦の負け方を見るとさ、うん、逆転サヨナラスリーランだから ね、ちょっとなショックは残ってるだろうなと思ったけどもね、はい、はい、で3試合目、うん、はい、4対0ヤクルト、はい、石川おめでとう、よかった、いや本当にね、豊さん本当嬉しそうだったから、いや本当だよ5回コールドでよかったなっていうね、ちょっと消極的な面もあったけども、コールドでね、5回で、うん、まあ、石川今季初勝利、うん、おめでとう、23年連続の勝利、はい、ね、200勝へ、ね、向けての186勝目、うん、ねえ、ね、もうこの試合本当に5回までに4点取ってあったからね、うん、ヤクルトがね、いやもうね、最初のね、あの村上のスリーラン、うん、長岡のタイムリーもあったけども、うん、いや嬉しかったな、なんかちょっとテンションがぐっと上がって、いやいや本当に、ね、よし、でもね石川の時にね結構援護点がねこの頃取れるようになってきてんだよね、うんうんうん、だからいいなと思ってさ、ね、で石川が5回、はい、65球4安打1三振、うん、無四球無失点というね、はい、まあ石川良かった本当に、ね、もうこんなことまで考えたんだ、大振らで、うん、回をまたがす時だけ石川投げさせて、うん、勝ち投手をつけるっていう、うん、何一人考えてたの、考えてた勝手にことでそう考えたんだなんとか200勝させてあげたいし、うん、まあでも23年連続途切れなかったっていうこともすごく良かったしね、素晴らしい、はい、ねえ、まあ雨に助けられたなんて思わないし、そうそう、ねえ、今日は本当に立派な勝ちだったと思います、はい、ねえ、うん、うん、まあ石川勝たしてやりたいな、やっぱり、ね、おじさん個人的な、ね、ね、心情を交わってますけど、はいはい、ということで、ね、まあまあそういうことで、はい、まあ、振り返りはちょっと終わりたいと思うんですが、うん、まあただやっぱ疲労っていうかね、うん、ちょうどやっぱこう後ろの方中継ぎから抑えにかけては少し出始めてるなっていうのか、うん、やっぱね、うん、ボールが飛ばない、接戦になる、そしたらどうしても登板型になっていく、ね、そうなってくるとやっぱタフさだよね、これからは、これ対策はもうタフになるしかないの、もうそういう試合をずっと続けてる中日はチャンスかもわからないっていう帰ってもう慣れっこだから、ね、いつものことでしょうね、いやそうそうそう、まあということで、はいはい、勝敗をねちょっと見ていきたいと思いますが、セーパーのね、はい、こうなりました、 なりました、相変わらずパ・リーグがリードしておりますが、ね、はいはい、セ・リーグはね、勝ちのなかったヤクルトと阪神が、ね、そうだな、1勝ずつ勝てたっていうのが大きいでしょうか、はい、まあこれからだね、うん、この2チームに関してはね、ね、うん、阪神はやっぱこう地元の甲子園に帰って雰囲気変えてほしいし、うん、でヤクルトの方はもう本当に抑え、うん、ね、誰にするのか、うん、もうしっかり決めないと、いつも同じパターンで9回に追いつかれちゃうとちょっと苦しいな、うん、ね、うん、でもそこだけしっかりすればさ、勝ってるわけだから、うん、試合は、ね、だからまだまだね、戦えるということですよ、はい、ということでね、はい、今セリーグの順位は1位巨人、2位広島、はい、3位阪神、うん、中日 DeNA ヤクルトということになっております。パ、ね、はい、リーグはソフトバンク、ロッテ、日本ハム、はい、楽天、オリックス、西武です ね、はい、まあ、うん、ちょっと広島が踏ん張りどころかな、そうですね、次のカード日本ハムだからね、勢いあるからね、そうそう、で次のカード、はい、日本ハム、そうね、広島で広島対日本ハム、うん、で巨人、ロッテ、ヤクルト、西武、はい、DeNA、オリックス、はい、中日、ソフトバンク、はい、阪神、楽天ということで、はい、セ・リーグの本拠地で行われます、はい、はい、ね、まあどうなるか、ね、楽しみだけども、まだまだ続きますよ、ね、交流戦ね、はい、はい、怪我人もねちらほら出てきてるんで、そうそう、本当に体調管理とね、気をつけてください、あと天候が ね、 そうだね、ちょっと最近6月にもなって、うん、まだ良くないね、ね、はい、はい、まあいい試合を期待してます、はい、はい、頑張ってください、はい。